それではお呼びしたいと思います。こんちゃん。あ、どうも、港区の虎こと岡田光太です。よろしく。この度私たちは、この度私たちは結婚します。違いますよ岡田さん。うるさい。俺結婚するの岡田さんのトカちゃんじゃん。俺ということで、マイクみたいな。いや、三発マイク。岡田さん、おめでとう。あ、違う、あの、はいはい、もう大丈夫です。あ、おい、大丈夫です。もう帰って大丈夫です。三発マイクの役割だけさせて。ほんまやで。ありがとうございました。いや、バイトバイトできてないんよ。やばいよ、押しちゃうよ。はい、ということで今書けるところは全部書きましたとさ、あとは保証人じゃないよ、何証人、証人ね。もう書いてあるべや、うん、もっとうまく書きたかったから書き直して。ダメよ。パーン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 。ちょっと外野は黙ってもらっていい。じゃあトカちゃんの証人をキョンチンに書いてもらいました。マジでありがとう。結婚することを入籍することになりまして、こいつの証人の方、はい、お父さんのおかげで電話していただいて、はい、インディアンスの木村以来だから。あ、そうなんすか。まあ、お前とは宮崎でパワースポット11カ所もらった仲だからな。そうですね、3日間で。お前なんかお金取られたりしねえだろうな。いや、しないですよ。変な契約書じゃないですよ、これ地面師みたいな。あ、土じゃないです。あ、こちらです。なんで俺がお前がさ、交際始めた時とか書かなきゃいけないの。クソだ、お前字がちっちゃすぎるな、お前。そんなこと言いながら書くこともないだろう、多分世の中で。そうですね、ふざけんなよ、言いながら。ありがとうございます。よかったね。ありがとうございます。俺たちが神様が信じてるのも、そういうことはパワーになってることが助けられてること。今多分これ左手やねんけど、まあ、神社とか行ったら、お参りして手合わせるやん。その後おみくじってあんねんけど、おみくじって神様からの助言やねんな。で、右って引いたらあかんねん。左は受け入れてやねんな。右は自分の波動を出す。